北横岳における島枯れ現象島枯れ現象は、阿光山帯の針葉樹である、白び大白びの優先林に限って見られる現象。木々が立ち枯れたり、倒れたりすることにより、遠くから見ると島状の模様が見られる。山の地上作用とも木々の世代交代や、天然更新とも考えられている。大規模な、島枯れは、縦品山や島枯れ山などで見られる。 ウェーブレジェネレーションと呼ばれる。島枯れ山南側斜面の空中写真。島枯れ現象の様子がわかる。国土交通省国土画像情報をもとに作成島。枯れ現象は日本において、白びそ、大白びそ有線林に限って出現する。これらの樹林体の一部分が帯状に枯れると白い島模様ができる。その枯れた樹木の下では、すでに幼樹が育ってきているのだが、 それと同時にまたその山林の上部で島枯れが起こるため、島模様が上昇していく。古くから研究者や登山者の興味を引いてきた。林学、植物生態学、地理学など様々な分野の研究者が研究をしてきた。島枯れ現象は規模の大小があるものの、主な発生地域を山系で挙げると、八甲田山系、東山系、奥日光山系、 八ヶ岳山系、奥秩父山系、赤石山系、基礎山系、大峰山系となる。大規模な発達は中部地域と大峰山系で見られ、東北地方においては小規模のものしか見られない。もちろん島カレ現象は日本のみに見られる現象ではない。アメリカ合衆国では北東部のバルサムモミの森林において島カレ現象が報告されている。 島枯れ現象の発生に関して様々な原因が考えられているが、未だはっきりとした原因の特定には至っていない。風の影響を主な要因とする説、編集卓越風などにより幹や根が傷つき倒れる。また、葉が飛び夏の時期に光合成が十分にできずこしする。そこから島枯れがスタートする。 この学説を支えているのは、南斜面に吹く強風の存在なのである。台風も、その一例として挙げられる。伊勢湾台風などはその最たる例とされている。しかし、速度に関する問題を除き、台風と島枯れ現象はあまり関係がないと、近年では言われるようになってきた。台風の激しい風による倒木では寝返りを起こすため、臨床が荒れるのだが、それにより、幼樹も、 被害を受けるため、成長が遅れてしまう。すると、他の適応力の強い種類の樹木が優勢となり、樹林を構成していく。つまり島枯れは起こらないのである。土壌条件を主な要因とする説、編集風の影響に加え、近年注目されているのが土壌条件である。強風は全国的にどの地域でも吹くが、島枯れは全国どこでも見られるわけではないという点から。 この学説は始まった。島枯れが見られる山の共通の特徴は、臨床が岩海斜面となっていることである。岩が点在しているため、土壌に乏しく樹木は深くまで根を張ることができない。強風等の影響で根が切られ、水分、養分が吸収できず枯れていくが、岩海斜面は土地としては安定しているので、すぐには倒れずに立ち枯れを起こす。そして、 上述したような、島枯れの経緯をたどっていく。その他の要因、編集その他の要因として考えられるものが、右表の存在である。右表が発生し枝葉に付着すると、その重さにより樹木は折れたり、倒れたりする。すると、その輪間にギャップができ、島枯れ現象が起こり始める。強風等の何らかの理由により、斜面の下方にある樹木が枯れると、 その髪型にある樹木には日光が多く当たるようになる。さらに風が吹き込むため土壌が乾燥し樹木の生育環境を悪化させる。そしてその髪型の樹林体が枯れ始める。枯れた樹木の下ではすでに幼樹が多数育っており、成り木へと成長するために十分な太陽光が当たる。時間の経過とと,ともに枯れた部分に成り木が育ち緑の景観が戻る。 とが繰り返されるため、枯れた部分が拡大するのでなく、山頂部へと上昇していくのである。よって、枯れた部分が一定の幅を持った島のように見えるのである。枯れて、白くなった部分には、立ったまま枯れる樹木も、倒れた樹木もある。島枯れ山の場合、島枯れの上昇する速度は平均して、年に約1.7メートルという結果も出ている。しかし、 台風の強風の方向と島枯れの出現斜面が一致する場合は移動速度が大きくなると考えられている。また、南向きの斜面に島枯れがあまり見られないような東北では日照量が減り移動速度が小さくなると考えられている。それが東北地方には大規模な島枯れが見られない理由の一つである。主に大規模な島枯れを形成する斜面は南向きである。 しかし、あまり多くはないものの、東西斜面はもちろん北斜面にまで存在する場合がある。このことから必ずしも島枯れの形成には斜面が関係してくるのではないと考えられる。ただ、これらの東、西、北向き斜面の島枯れの規模は小さい。島枯れは森林限界があれば、その直下付近で森林限界がなければ山頂付近で見られる。そして、 主に島カレが出現するのは山頂高度。それは山頂高度と森林限界が島カレ現象の出現高度に深く関わっているということである。つまり森林限界付近では白ビソなどが単純に森林を構成する。同時に山頂付近でもあるので風。この二つの要素が島カレの出現高度を決定する条件になると言える。AB 岡周一。 島枯れ現象に関する再検討、地学雑誌92号、四巻、P219 から234、1983年、加美紀夫、沢田春夫、井原市祐二、佐々木清志周、1990年11月、下旬秩父山地、拳武周辺の赤江山新葉樹林で発生した、右氷害、東大農学部園周林、報告91号、 P115 から125、1994年、小泉武衛、山の自然学、岩波新書、1998年、ありがとうございます。